はい、ナマステ。このビデオは、JFND の、訪日労働者の、労働問題を防ぐための日本語教師を目指してという、日本語教師研修のための、ビデオになります。はい。Japanese Language Teachers Training for Empowering Migrant Workers ですね。はい。この、ビデオのテーマは行動中心アプローチです。はい。で、行動中心アプローチとは何かっていうのを、まあ、一言で言うとですね、行動っていうのはするってことですよね。する。はい。で、それをするために必要な文法とか語彙、ボキャブラリーね。それは何だろうか。こういうふうに考えることです。これが行動中心アプローチですね。はい。で、じゃあ、この行動中心アプローチ。アクションオリエンティッドアプローチですね。英語だとアクションオリエンティッドアプローチ。これにはメリットとデメリットがあります。まあ、メリット、一番大きいメリットは、日本語で行動ができるようになるっていうことですね。で、その結果、まあ、何かの行動ができるわけですから、学習者には自信がつきます。そして教師、先生はね、例文を考える必要がなくなります。全部もうその場面の中に、入っていますから、それが必要ありません。それから文系練習とかもしなくていいです。デメリットの方はですね、その言語、例えば日本語を勉強している人だったら、日本語で何も行動しなくていい。そういう人にはちょっと向いてないですね。何をすればいいかわからない人にはちょっと教えられない。そのために必要な日本語とか考えられないですよね。それから文系シラバス、まあこれは典型的なのはみんなの日本語ですけど、その文系シラバスに慣れている先生には、アンラーニングって言ってね、一回勉強したことを忘れなければいけません。それがちょっと苦しいことになることが多いです。文系シラバスね、みんなの日本語とかの文系シラバスでも使えますかっていうと、まあ基本的には、使えません。できません。でも、このね、目標文型っていうのがありますよね。その目標文型を使わなくてもいいというふうに考えれば、まあ、行動中心アプローチでも、できないことはないですけど、でも、もうそこまでしちゃったら文型シラバスとは言わないですよね。はい。なので、その場合は、そういう授業をするんだったら文型シラバスの教科書を使う意味がないと思います。はい。それからね、文法は教えないのかってよく質問するんですけど、それは、少なくともね、体系的には教えない。システマティックには教えないですね。で、例えば、手形ね、テフォームを第一グループから教えたりとか、そういう感じではないです。で、それから、答え方は3つあるんですけどね、2番目の答え方としては、文法を使わない行動。そういう行動もあります。そういう行動を教える場合は文法も教えません。例えばメニューね、レストランとかのメニューを見て注文を決める。何を食べるか決める。そういう時はもう食べ物の名前が分かればできますよね。だから文法必要ないです。あとレシートね、何か買い物した時のレシートが間違ってないかを確認する時。これも金額とそれから買ったものの名前、それだけ分かればいいですから、文法は必要ないですね。あと、バスがやってきて、そのバスがどこに行くかを見る。そのバスの上に書いてありますよね。行き先ね。で、それで乗るか乗らないかを決めるとか。こういうのはみんな文ではないですよね。言葉一つでできるものです。こういう場合は文法はもちろん教える必要はないです。ですけど、文法が必要な行動の場合は、教えます。例えば言葉一つではなくて文がある算出形ですね。算出っていうのは書くとか話すとか、でそれを文を書くとき、文を話すとき、そういうときにはもちろん文法は必要です。それから can do の中に相手に聞きやすくとかフォーマルな場でする行動とかね、例えば自己紹介のときに私村上日本人、これでも自己紹介できますよね。だけどフォーマルな場ではちょっとフォーマルな自己紹介ではないですよね。はい。あとそれから私村上日本人だったらちょっとその
あ、聞く方がね、これどういう意味っていうふうに考えなければいけませんから、相手に聞きやすくないです。ですから相手に聞きやすくとか、フォーマルな場でとか、そういうキャンドゥだったら文法はもちろん教えなければいけません。はい、で会話が中心なのかっていうと、これはもう明らかに違いますね。まあ目標の行動が会話だけだったら会話しか教えなくてもいいですけど、でも目標の行動が読み書きだけだったら逆に会話は教えないで読み書きだけ教えます。だから目標の行動次第ということですね。はい、じゃあ試験はどうするのか、これね、あのパフォーマンス評価っていうのと、それから成果物っていうのがあります。まあ、あのね、パフォーマンス評価は実際にそれができるかどうかをやるっていうことですね。それから成果物っていうのは、例えばね、宅配便の送り状っていうのはこういうものです。あの郵便局とかそういうところで物を送りますよね。その時に相手の住所とか自分の住所とか名前を書いたりします。そういうのを書くことができるかっていうのは、実際にこれがね、もう書いたものがあれば、ああできましたねということができますね。それを成果物と言います。成果物で大切なのは、それができるかどうかを調べるっていうことですね。それを知っているかどうかは質問しません、試験の時ね。はい、でそれから、それからね、そのこの文型を使っていないからマイナス点とか、そういうのもしません。あの文型シラバスじゃないからね。はい、あと、逆にね、覚えていない文型を避けてやりたい行動をやる、そういう能力も時には必要です。で行動中心アプローチでは、その行動ができればいいか、あの行動ができるかどうかね、それを調べますから、それがパフォーマンス評価ですよね。だからその行動ができるのなら、覚えてない文型を避けるのも全く問題ありません。はい、雑談を教えるのは無理ですか。雑談っていうのは、その行動としてはあんまりはっきりしていませんね。具体的ではないですよね。だからそれを教えるのは無理じゃないかってよく言われますが、これもちょっと違いますね。行動中心アプローチでも雑談を教えることはできます。じゃあね、雑談ってどういうものかっていうと、一つは天気とかスポーツとかね、あと最近見た映画とか、そういういろんなトピックプラス人間関係を良くするっていうことです。でこれが雑談というものですから、まずはそれぞれのトピックについての行動、まあ天気がいいですねとか、そういうトピック、あと昨日ね、IPL インディアンプレミアリーグの試合、見ましたかとか、そういう質問だけでもいいんですけどね。はい、そういうトピックについての行動、それからもう一つは親しさを示す、私とあなたは友達ですよね、私とあなたは知り合いですよねっていう、そういう感じね。そういう人間関係を良くする行動ができれば雑談はできます。これ行動ですよね。2つとも行動ですから、行動中心アプローチでもちろんできます。はい、じゃあそのね、そのまあそれを目標行動と言います。目標行動、その行動ができるようになればいい。それが行動中心アプローチです。でもそれができるようになるために何を教えればいいかわからない、こういうこともよく聞きます。はい、でこれはね、行動、その目標の行動が具体的ではない、そういう時にこういう質問がよく出てきますね。はい、でそういう時は、具体的ではない時は細かく分けるといいです。でこれはね、ちょっと雑談の例ですけどすいません、はい、雑談の例ですけど、まず雑談することができるだったら全然具体的ではないですよね。だから何を教えればいいか分かりません。ですけど相手が見た映画について質問することができる、これだったら少し具体的になってきましたよね。だったら、でもね、まだちょっと何を教えればいいかははっきりしてこないです。はい、で、それに、比べて一番最後ね、相手が見た映画のタイトルとかジャンルとか俳優とか監督とか年とかね、それについて質問できる、まあ、ここまで小さく分けたら具体的になっています。具体的になると何を教えればいいかがはっきりしてきますね。はい、なので、
その行動目標ね、行動目標ができるようになるためには何を教えればいいかわからない。そういう時には、それは行動が具体的ではないのでもっと細かく分けていきましょうということですね。はい、あとね、受験対策に使えますかっていうふうに言われていますが、これはね、例えば行動中心アプローチの、一般的な教科書、一般的な教科書は、例えば丸ごととか彩りとかありますよね。で、そういうのは一般的な語彙、一般的な言葉とか文法を、カバーしている、その教科書の中に入っています。そういう時はむしろこの文系シラバスよりも良い、受験に良いという可能性もあります。ただ行動中心アプローチを自分でねコースで作った場合はバランスが悪いことがあります。例えば会話しかしないコースではね、その人は目標行動は会話だけです、読み書きは必要ありません、そういう人に、教えるクラス、そういうクラスだったら会話しかしませんから、その場合は読み書き、読解文とかが足りなくなってしまいますね。はい、あとはね、試験の問題にもよります。ここ出来が悪いって書いてちょっと消しているんですけど、要するに能力を評価しない試験には向いてないこともあります。能力ではない別のものを評価する試験もあるんですね。例えば次の手形の例文のうち、手フォームね、手フォーム、次の手形の例文のうち一つだけ使い方が違うものがある、それはどれかとかね、そういう、こういうのはその実際に日本語を使えるかどうかとは全然関係ない試験ですから、こういうの、正直言ってあんまりいい試験ではないですね。はい、そういう悪い試験では行動中心アプローチが向いてないこともありますね。はい、あとね、オーディオリンガルの方が試験に有利なんじゃないですか。これも同じような問題ですけど、これはね、教科書、こういう本です。コミュニカティブな英語教育を考えるっていう、これ上智大学が作った本ですけど、この本にもいろんなデータが出ていますが、コミュニカティブ、つまりオーディオリンガルよりも新しい教え方ですね。はい、そのコミュニカティブな授業を受けてきた生徒が大学入試のセンター試験においてそうでない学校よりも高い点数を取っている。はい、つまりオーディオリンガルよりもコミュニカティブの方が高い点数を取っている。はい、そういうのがこういうところで、ちょっと見えないかな。はい、こういう調査で分かっています。ですから試験に不利になるからコミュニカティブな授業ができないというわけでは全くありません。はい、あとね、その文系練習ね、パターンプラクティス、パターンプラクティスをしないと忘れるんじゃないんですかっていう質問もよくありますけど、これも、実際はそうではないんですね。なんでかっていうと、文系練習っていうのはその場では言えるようになるんですけど、後で忘れてしまうんですね。で、特に使いたい時に使うことができません。で、これもいろんな研究がありますけど、私が一番お勧めしているのは、小柳薫先生が2020年に書いた第二言語習得について日本語教師が知っておくべきこと、これはとても分かりやすいのでお勧めしています。ただしインドで買うのはちょっと、大変です。はい、それからね、これ A1 レベルのクラスでね、 A1 レベルの可能レベルで、可能形ね、ポテンシャルフォームだったっけ、はい、それを使わないと不自然になってしまう場合は可能形を教えるべきか。可能形っていうのは A1 レベルより普通はもうちょっと高いレベルで教えることがあるんですけど、それでもその行動に必要なら教えてもいいかっていうことをよく聞かれますね。はい、で、その行動に必要な分だけをその簡単な説明とともに決まり文句的に教えるというのはいいと思います。フレーズですね、フレーズとして教える。だけどその目標の行動に必要ない語彙は教えません。逆に言うとね、はい、例えば死ぬっていう動詞の可能形は死ねるですけど、こういうのは教える必要は全くないです。あくまでも
必要な部分だけを教えるっていうことですね。それから辞書形から活用、辞書形からの活用練習、例えば行くとか行ける、行くを見せて行けるにしてもらう練習とかね、そういうのもしなくていいです。もう決まり文句的に教えればいいです。すみません、これはあくまでも A1 レベルで、本当は A2 レベルとかで教えるような文型だけど、それ A1 レベルでも教えれば、教えてもいいですかっていう質問ですね。だけどこれをちゃんとね、可能形をちゃんと教えるときは、もちろんこういう練習もしていいと思いますよ。はい、4技能。4技能っていうのは、書く、読む、話す、あ、すみません、聞くでした、ごめんなさい、聞く、読む、話す、書くですね。はい、このバランスが崩れることもあるんじゃないですかって言われます。例えばその会話しか必要ない、会話しか必要ない人たちには会話しか教えません。そういうクラスでは、読んだり聞いたり、あ、すみません、読んだり書いたりすることは、しませんね。で、そうすると4技能のバランスが崩れてしまうんじゃないんですかということもよく聞かれます。でね、これに関して言うと、それが何か問題ですかっていうのが私の考えというか一般的な考えですね。つまりその、会話しかしないクラスっていうのは読んだり書いたりしないですよね。はい、でそれは何でやらないかっていうと、しなくていいからです。つまりやらなくて、 やれるようにならなくていいこと、やれるようにならなくていいことはやれるようにならなくていいですよ。はい、こういうことになりますね。はい、はい、で来週までの課題はですね、今週の日曜日の授業の時に、この労働問題を解決するためのキャンドゥリスト、そういうものを紹介しますから、それを見た後で自分が担当したいものを選んでください。はい、あとそれ以外でも役に立つと思うものをキャンドゥにしてもいいです。はい、それではこの ビデオはここまでになりますね。それでは皆さん、日曜日にお会いしましょう。フィルミレンゲー。